はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで5月29日月曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も上海からお届けしております。今朝の一言は万病に効く薬ということで、解説文を読んでいきたいと思います。一生懸命に働くことが人生を素晴らしいものに導いてくれるのです。働くことはまさに人生の試練や逆境さえも克服することができる万病に効く薬のようなものです。誰にも負けない努力を重ね、夢中になって働くことで運命も大きく開けていくのです、ということなんですけども、まあ、これもまさにその通りでございますということなんですけども、まあ、なんつーんすかね、まあまあ、一日の中で、まあ、大きくね、時間を使ってるって言ったら、まあ、仕事8時間やるって考えると8時間、うん、まあ、睡眠も人によってバラバラかと思いますけども、まあ、6時間、うん、でいくともうそれで14時間ですからね。そんなことを考えると、一番その時間を使っている仕事が充実しているというのは確かに、まあ充実するというかね、うん、僕もな、27から32ぐらいの時は一番その時間みたいなところでいくと一番仕事に、時間を使っていても、ま、仕事以外もうほぼ何もしてなかったというか、ただ、ま、きつかったですけど、ま、それが楽しかったし、ま、そこの5年でやってきたことで、ま、そこで付き合った方とか友達とかがいるからこそ、まだ未だになんとかなっているっていうのもあるんで、そういう時期はあってもいいかなっていう気はしますね。なんとなく。うん、なんか、まあ、常になんかそこを、なんつうんだろう。まあ、こういうね、稲森さんみたいな経営者の方だと、もう常にそういう感じだと思いますけども。うん、なんかそういう、のめり込んでみる時期もあってもいいかなっていう気はしますね。なんかね。まあ、ただまあ、あんまり調子良くなかったりすると、仕事はちょっと手を抜いて趣味にみたいな考え方の方もいるとは思いますけども、それもこれで結構仕事にのめり込む人って結構趣味ものめり込むんで、趣味がまた今度仕事を呼んできたりするんで、おかしなもんで、うん、なのでそういうなんていうんですかね、好循環に入るというか、なのでそういうなんか仕事に没頭する時があっても確かにいいんじゃないかなと。そうするとそこが軸となってプライベートもうまくいったりする傾向にあると思うんで、結果というより仕事に没頭するっていう時期は個人的にもあった方がいいかなと思った次第でございます。ということで今週も頑張っていきましょう。